この場所、フォンテーヌ邸の北東かな？北東のここ。ここでなんか世界任務が始まりそうなんで、ちょっとアーカイブ切り替えた。絡まれてる系。凶悪な声。スタイリッシュ、あ、あれだ、さっき本に書かれてたやつだ。スタイリッシュ財天島。スタイリッシュ財天島だってな。ブランシェちゃん。人脈は時代遅れ。ちょ、何言ってんのか分かんないな。何言ってんのか分かんないな。怖いくらい何言ってんのか分からんな。剣術ググプラム。やばいな、こいつら。なんかナチュラルに何言ってんのか分かんない人っておるよね、時々世の中に。なんかそういう人っぽいわ。マジ意味わかん、こいつら。距離感。スタイリッシュにこだわってんのかな？まあ、要は戦うんだろ？ああ、でも兄貴の事情がこれからなんか話されるのかな。兄がいなくなったと。悪党ども。人気のない野外で奇妙な行動が突然聞こえてきた。あ、これ瞳あるな。ちょっと待って、瞳取っていいかな。あ、そこにおるね。とりあえず瞳取っていいかな。あ、待って、もう危ない危ない、ちょっと待って。瞳取っていいかな。オッケー。
砲塔弾なんだ。パイモンお姉さん。どこに行ったんだろうな。狡猾バブルオレンジ。秩序のフルーツダンク。中ではない。ああ、なんかある。あそこに一個あるだけか。これはもうだか。え？どこだ？あ、うん？これか？猛烈純血世界の使徒。
あまり技術が必要なさそうだし、私向きかもしれません。はい、たまにいますね。なんかおるよね。一見普通に喋れてるっぽいのに、なんか、よく聞くと意味が全く通じてない、よくわかんないこと話してる人。ややこしいな、話が。長えな。小屋のテストに合格する。あ、これか。あ、水元素でね。あ、ちょっと待って、これ、このままやっていいのかな？玉みたいなやつないよね？ないなら水元素当てても同じ効果が出せるんやな。ナッツを咲かせと。この周辺で。あ、これかな？これ純血ナッツ。この範囲内で、あそこにもある。うわ。難攻不落。見切りました。覚えたわよ。ご安心を。深海のカゴ。行きます。やっ。拾ったかな？
まだあんの？あれまだある？ないけどな。あ、これか。ギリ入んないか。ニューウェーブって何なんだろう。地脈って何を指してんの？この女のことを地脈って呼んでんのかな？
今近くにおるやん。その女を倒す方が早いのにな。え、てかそっち行ってみようか。いないのかな。多分こっから見てたよね、今。いないか。小屋の裏？で、ナッツを入れる。容器を取ってくる。カラビン。結局オレンジだろ、これ。夕暮れ時がぴったりな時間、その時に秘密の鍵を飲んでる壺のおじさまのてっぺんにある穴に飛び込め。
秘密の鍵。今も使えたんかな？獲得。使えたんかな？まあそういうことやな。なんで樽が防音なんだろうな。なんで防音になってんの？あ、こいつは外にいて、え、じゃ女の子は？なんで女の子いなくなったんだろう。グルじゃないよな。
お風呂に入った後の残り。おっと。剣女万丈。手をつなぎましょう。これこそが知恵の剣。トーランド行こい。無我の剣。普通に普通にダメージ食らえる。気軽に始めたけど、マジで長えやつだったんだなぁ。池に行く。悪党ども長いなぁ。そこか。岩山八九。逃げ道はありません。天道、ここにあり。あれ。あれ。見切りました。
か。ドドリアン来るぞ。この絶対でまだ薬のことでやることが残った。でもこの男はもう捕まって始末されるのを覚悟しとるんかもしれんな。で妹に残すためにもしょうがないんだろう。いざ。ここじゃないんか。いない。うん？上かな？いませんけどね。え？ほんまにおらんけど。何？そんなガチで隠れんでええんじゃ。ん？なんでもなんの？そんなにガチで隠れんでいいよ。おったおったおった普通におったわ。全然隠れてなかった拾ったんだ。
珍しい顔だな。なんかこの雑魚っぽい感じの、なんていうの？キャラクターというか、量産系の、あれにしてあんまり見ない感じのあれだな。ほんまです。雑魚っぽくないです。ね、あんま見かけないよね。この男のこういう顔とかはよくあるけどな。男の人は区別つかないやつです。そう。量産系を。女もなんか量産のパターンあるのにね。かわいいです。難攻不落。裁きの雷。全部丸見えね。私のお家人だ。あれ狂いなさい。終わった。弱っ。
わざと。わざとか。派遣するまでがあれなんだ。ボスの指示なんだ。実は、ブランシェのお姉さんがドドリアンとかそういうこと？そういうことではないのか。でもメロピデ要塞、でもモラ手に入んのかな？特別許可権しか手に入らんのじゃない？特別許可権をモラに変えれるんかな？フォンタをあの中に売りに来てるやつがいるから、入ることはできるんかな？あ、でも、フォンタを売ってる、あの会社は、闘技場みたいなところのスポンサーだから入れてるのか。パイモン、え？パイモンのへそくり。え、これなんか続くのかな？今なんかもらったな。レシピって、これは？あ、え？合成設計図だ。
純粋の水の詳しい作り方が載っている。パイモンのへそくり。でも、星2なんだ。あなたの代わりに慰謝料を支払うため、パイモンは自分のへそくりから貯金の一部を取り出した。もしやもっと隠し持ってるのだろうか。え、これ使ったらなくなる？どうなるんだろう？めっちゃ安いんかな？長か、うわ、ちょうど2時間だわ。普通にワープポイント、やろうと思ってたのに。ちょっとあれは、ちょっともう今日アーカイブ分けより余裕ないから、後日、合成の設計図をやろうか。さあ、この行こうとしてたワープポイントだけ開けて、あ、やばい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 。やばい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 。これ、めんどいところに入った。男はみんな同じで髪の毛の色が違うだけですよね。もうあいつら一緒の顔してたよな。あそこなんかあるな。あ、ワープポイントあれだ。これは開けていくか。これどうやってたっけ？逃げ道はあり。敵出てくることあるんだ、これ。ここより弱滅の時。天道万象。甲斐があった。それも戦うだけか。断山八九。裁きの怒りを間違えた。知識はあなたにご安心を。海のちぎりよ。があった。よーし。いや、まあ今回も探索はしがいありそうですね。めっちゃワープポイントを解放しようと思ってたのに、全然だったな。まあ一個世界任務を終わらせたから、まあええか。まあなんか、まとめて時間取れるとき、できるだけ早めに魔人任務は、やるようにして、で、まあ今日みたいに微妙な感じ、あまりこう、長引くと翌日に響くな、みたいな時は探索進めるみたいな感じで分けていったらいいかな。そしては、この辺にしようかなと思いますが。そうですね、私も楽しみに探索進めます。そう、探索も何気に大事になってくるからな。で、デイリーをやらなくても、あれだね。もう達成できたね、今ので。どういう基準なんかいまいちよくわかってないけど。これでももらえるわ。星と深淵。無事今日の依頼を。
星と親友。デイリーまだ残ってるのに報酬もらえる、あ、依頼任務残ってるのにデイリーの報酬もらえるっていう状態が生まれたってことやな。では終わりましょう。まあ当分減診がね続くとは思いますが、できるだけ早めに、最新のところまで終わらせてしまいたいですね。梅桃さんお疲れ様。では終わります。おやすみなさい。ありがとう。